トムロフトのレース場と飼育日誌。ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。3月11日、木曜日の朝です。今日の空模様です。東の空から北の方にカメラを回しています。今日は朝からいい天気ですね。太陽もはっきり見えます。 しかし春霞、遠くの方がぼんやり見えます。春霞に煙る富士山です。久しぶりに見えた富士山なんですけども、霞んでます。今度のえぬに参加するハト、少しずつ撮影してみたいと思います。これは灰のオス、20年の904っていう鳥です。 3 0 0キロを優勝した鳥の母親違いです。父親は篠田さん作の鳥になります。グランド狙いですね。もうちょっと距離が伸びてからでしょう。この黒い鳥、DCW のメスですね。よく社外の時に遅れて飛んでいた鳥です。この鳥の兄弟は今年種端にして子供もを取ってます。とねグランドにならならいと 能力を発揮しないんじゃないかななんと思ってます。これは19年の053、300キロ優勝した鳥と同福の鳩です。これも距離が伸びてきてからですね。旧車内の温度です。2.1度。いや昨日と比べたらずいぶん気温が下がりました。寒暖の差の激しい朝の気温になってます。社外を開始しました。 今日の出足は好調ですね。出してすぐに上空高いところへ登って飛んでます。飛び方も、うん、昨日よりもまた良くなった感じがしますね。結構高いなあ、よく登るなあ、今日は。今日は天気いいからですかね。晴れてますしね。鳥も気持ちよさそうに飛んでます。 今日はどうですかねよそのハットが来てくれるのかなうん毛巾は出ますかなんかね刺激があったらパッとこうこの波数でも1時間ぐらい飛んでくれそうな、えー、いい感じの飛び方を今はしてますいい感じのこう雰囲気のところで、えー、私は旧車の掃除に入ります 今年初めて孵化した配合です。昨日孵化しまして、先ほど確認したら庭とも同じ大きさで孵化してますね。明日、明後日とフ化ラッシュの日になりそうです。今、鳩に餌をあげようと思いまして、屋上に来ましたら鳩がまた飛び上がりました。今日の鳩の社外時間は35分でした。 うん、なかなかいい飛び方をしてくれましてなんとなく鳥が仕上がってきたのかなっていう感じがします今日の飛び方は嬉しかったな最初からこういう飛び方を見せてくれればうん気持ちも楽なんですけども持ちがが近づいてきててきき鳥の状態もだんだんん上がってきたようです先ほども映しましたように種場と昨日最初の負荷を確認しまして明日ぐらいからですね 10ペアぐらいがこう。上手くすれば復活するんじゃないかなと思います。今年はあの無精卵のチェックはしてませんので、もう自然の成り行きで、えー、任せようと思ってます。無精卵が多いとちょっと寂しくなっちゃうんですけども。まあまあ今日はその様子見ながら次のチャンスにかけたいなと思います。はい、飛び上がった後、降りそうでカメラを回してるんでね。なかなか降りないんですね。飛びたいだけ飛んでくれれば。 えもう呼び込めばすぐ入っていくんじゃないかなと思います今はね餌を満腹に与えてるんですけどもそれでもやっぱり呼び込むとさっと入る習慣がついてますねあとあのレースに出した後逐次撮影したいと思いますんでこの中からどれが早く来るのか予想していただければありがたいなと思いますうちの鳩がこう全体の中で早かどうかは別なんですけども うちの旧車の中でどれが早く来るかということが楽しみです。今日はこの辺でこのブログを終わりたいと思います。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。失礼します。